し、あと礼儀の部分、そういうところを大事に活動しています。お金はいつから始められたんですか？お金は小学5年生の時。ああ、そうですか。あ、きっかけは？とても信じられないんですけど、日本代表ということを持って、全力で取り組んでいきたいと思います。せっかくですから、交流っていうか、視野を広げて、いい機会だと思います。頑張って、かつ楽しんでいく。国際大会は初なので、順位などもまだどれぐらいを目指しているということはないんですけど、一人でも上を目指していけるように頑張っていきたいです。